五式15センチ高射砲とは、太平洋戦争中に大日本帝国陸軍が使用した高射砲で、高高度で本土に侵入する B-29 爆撃機の撃墜を目的としていました。陸軍は当初3式12センチ高射砲で対処できるだろうと判断していましたが、 B-29 が高度1万から1万5千メートルの高高度を飛行するとの情報を入手したことから、さらに有効射高のより高い優れた能力を持つ新型高射砲を開発する必要があると判断しました。このため3式12センチ高射砲の設計者黒川恒太郎陸軍大佐は、陸軍技術研究所火砲設計部の総力を挙げ、有効射高1万6千メートル口径15センチの新型高射砲を設計しました。大阪陸軍造兵廠と日本製鋼所にて各1門完成し、実弾射撃試験に合格。2門はともに東京の井の頭線久我山駅近くの久我山高射砲陣地に配備されました。15センチと表記されていますが、実際の口径は 149.1 ミリでした。砲弾の長さは薬莢を含め約180センチ近くはあったといいます。砲弾には機関砲弾が2000発も装填され、高度2万メートルで炸裂すると200メートル四方の敵機を撃墜させる威力がありました。重さ90キロの弾薬塔を運ぶには複数の装填手が必要でしたが、弾薬塔が弾薬台から溶弾機に乗せられるとレバー操作で装填盤、自動起動機、装填機が稼働し、自動的に薬室に装填され、装填中には信管が速合される仕組みで、これにより5式15センチ高射砲は毎分10発という速射が可能となっていました。第3号砲は製作中でしたが、大阪大空襲により工場とともに破壊されています。5式15センチ高射砲で特記すべきは、地上設置型の対空レーダーと連動していたということです。1940年昭和15年に行われたドイツでの技術調査で、日本はドイツの射撃制御レーダーウルツブルグを知り、その性能に驚愕、技術供与を依頼していました。1942年昭和17年4月、ウルツブルグを日本に持ち帰るため以後第30潜水艦をドイツに派遣します。しかしウルツブルグレーダーと図面を載せたI-30戦は触雷し沈没、レーダーと資料は失われてしまいました。日本は再び譲渡交渉を続け、1943年昭和18年6月16日にはフランス・ボルドーにあるドイツ潜水艦基地から2隻のイタリア潜水艦が日本へと出航します。ルイージ・トレッリ号には電波兵器専門家の佐竹金次陸軍中佐と、ウルツブルグレーダーを開発したテレフン研社からハインリッヒ・フォーデルフ技術者が乗船。一方のバルバリー5号にはウルツブルグレーダー3台とその図面などが積載されていました。ルイージ・トレッリ号は8月30日にシンガポールに到着、佐竹とフォーデルスは空路で日本に向かいました。しかし同時にボルドーを出航したバルバリー5号は6月24日にスペイン沖でイギリス海軍の攻撃を受け沈没、レーダーの実物と図面類は再び失われてしまいました。東京に到着したフォーデルスと佐竹は多摩陸軍技術研究所日本無線にて技術指導を行いました。陸軍はフォーデルスの指導を得てウルツブルグの技術を取り入れ、タチ4号を改良。これによって開発されたタチ24号の初期製造型は久我山の5式15センチ高射砲とともに配備されました。当時久我山高射砲陣地の電波協定中隊長であった日本無線株式会社の高橋林蔵によると、本砲は地下に設けられた指揮所で全て操作され、高射砲の弾道癖や上空の風向風速などのデータを把握し、レーダーから伝送される敵機の方向や速度などを気象データで修正を行い、最適のタイミングで発射するシステムだったといいます。弾体が1万メートル上空で炸裂した時の黒煙は後楽園の高射砲第一師団司令部からも観測できたほどである。
また、その衝撃は半径600メートル以内の住宅に振動を与えました。射撃の強烈な爆風からレーダーを守るために、高さ5メートルの土塁が100メートルにわたり設けられました。広く流布されている戦果としては、1945年昭和20年8月1日午後1時30分上空を飛行する B-29 の編隊に向かって発砲し、一発で2機を撃墜したというもので、これにはアメリカ軍も驚き、久我山一帯を飛行禁止にしたといいます。これは高射砲第112連隊大島智義中佐の回想に基づくものですが、この戦果についてはアメリカ軍の記録に該当するものがなく、神話に過ぎないとする意見もあります。ただし、1945年昭和20年8月2日 B-29-128機の編隊が川崎の三菱石油川崎製油所空襲の際、久我山付近にて2機が撃墜されています。一部のアメリカ側の資料では高速戦闘機かロケット砲による攻撃とされていますが、これは5式15センチ高射砲による戦果と見られるという説もあります。敗戦後、2門のうち1門はアメリカ軍に接収されましたが、その行方は明らかにはなっておらず、残りの1門は切断してスクラップとされました。5式15センチ高射砲は B-29 に対して打撃を与えることが可能であったと言われており、終戦間際にわずか2門のみの配備だったことが惜しまれています。あなたにも先人の声が聞こえます。